さあさあ、心して聞いてほしいんですが。はい、先生。実は、あのね、心して聞いてください。はーい。どうしたの先生？あ、わかった。歯が痛いんでしょ。そうなんです。朝から奥歯がズキ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 痛んで。違います。実はですね、私明日ドロシーちゃんと一緒に出かけることにしたんです。え、どこへ？何を隠そう。あの山越えて里越えての場所にある魔法ショップで。魔法用品の5年に一度の大感謝祭、超お買い得買わなきゃ損バザールセールがあるのです。特に目玉商品のアフリカ大イモリの目玉がですね。ちゃ無事ですわ。ちゃ魔法ショップは遠いし、とても子供連れではできるだけ早く帰ってきますから。安心したような。残念だよな。そうげし魔法ショップのセールの話は聞いておるな？もちろん知ってますでゲス。目玉商品はアフリカ大イモリの目玉だとか。お一つ買ってきますでゲスか？バカモン！セールにはセラビーも行くはずだ。だが、おそらくチャチャは連れて行かん。するとチャチャは留守番。うひょー、チャンスでゲスな。そうだ、今こそチャチャを狙わないでどうする。わかりました、直ちに。オクシー！チャチャ、お留守番のお約束を言ってごらん。はい。一つ。知らない人をお家に入れない。二つ。火遊びしない。三つ。お家を壊さない。よく覚えましたね。念のためにもう一回。はい。あのね、さっきから何回やれば気が済むの？ふん、ガフグ、ガフグ。弟子を心配するのは当然でしょ。セラビー先生、チャチャさんにはこのシーネちゃんがついてるから何にも心配はいりませんよ。俺がいるから大丈夫だよな、なあチャチャ。なんでお前がいるんだよ。なんだ、チャチャのそばにはいつだって俺がいるんだよ。いなくていいの。何よお前こそ。なんだよ。この二人がいると余計心配です。本当に。なんだよ、勝手にずっと心配してれば。私だってアフリカ大イモリの目玉買ってきちゃうもんね。ああ待ってくださいよ。チャチャ、お留守番頼みましたよ。はーい、先生、行ってらっしゃい。行っちゃったチャチャさん。どこ行くんだよ。セラビー先生の地下室。前から見たかったんだ、先生の魔法道具。しちゃう。けっ、お腹鳴らしてやんの恥ずかしいやつ。しょうがねえだろ、朝寝坊したらもう食い物なかったんだから。俺んち大家族だし。朝ごはん抜きなの？じゃあ私がこの本見てなんか食べ物出してあげる。あ、豚の丸焼きだって。豚の丸焼き、けど俺狼男。手をこうやって、こう構えて。手を、ほんかと同じ、豚の丸焼き。豚の丸焼き？こりゃ食えねえよな。ほんのちょっと間違えたみたいね。それよりどうするんです？何を？まずい、お家を壊さないってお約束が。ほう、あれがセラビーの家か。フォクシー変身ゴー！
これじゃ変身できないじゃん。これはダメ、これもダメ、これもこれも。改めてフォクシー変身か。お見事に決まったな。この特製の毒入りバナナ、こいつを一口食べりゃチャチャなんて小娘はコロリとあの世行きさ。コーン、コン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 。僕の魔法で直しましょうか。失敗した時が怖いもん。すいません。うわー、シーナちゃん痛いね。へ、ドジなやつめ。大丈夫？あ、誰か来た。こんにちは。こんにちは。まあ可愛らしいお嬢ちゃん。私はお茶目なバナナ売りのおばさんよ。お茶目。バナナだ。何のご用ですか？おいしいバナナを一ついかが？お安くしとくわよ。ほーら、おいしそう。ほんとだ。今なら一本たったの10円。安いでしょう。お小遣いない。10円くらい持ってるよな。いいわ、今日は特別にタダで試食させてあげる。本当ですか？バナナ、バナナ。本当よ。まずはお嬢ちゃんからね。はい、どうぞ。いただきます。バンチマ、兄ずんだよてめえ。いつ食べたらね。バナナ。こんなもん、こんなもん。いや、そのあんたが食べなさい。どこが、どこが。あたしのリーヤ君を食べ物で釣って誘惑しようだなんて。誘惑。許せない。許せない、許せない、許せない。入ってよ。私はただのお茶目なバナナ売りのおばさんなのに。かわいそうでお茶目なバナナ売りのおばさん。バナナ。リア君を狙うやつはみんな敵よ。あんたもね。私も。とぼけてもダメよ。セラビー先生が出ていくのが見えたわ。リア君と二人きりになって誘惑するつもりでしょう。僕もいるんですけど。でもそうはさせないわよ。お腹すいたよ。そんなこともあろうかと手作りのお菓子を持ってきてあげたのよ。お菓子？はい、どうぞ。マリンさんってリーヤには優しいんですね。さっきは後頭部蹴飛ばしたけどね。どう？何これ？電気クラゲのゼリーよ。今海で大流行なのよ。ほらほら、まだいっぱいあるわ。あら、リーヤ君どこに行ったの？リーヤ君、しょうがない。あんたたちこれ食べる？結構です。美味しいのに。最高。あー、いってこんなにぶたなくたっていいじゃないかよ。しかしこれ式のことで参るフォクシー様ではない。変身、違う、フォクシー変身。安心させ、うちの中に入り込み、この毒ガスだって。バッチリだぜ。カーン、カン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 。ないってば。うん、腹減った。そうだ、お昼用のサンドイッチあるからリーヤの分食べちゃえば。サンドイッチ？サンドイッチ。これはリーヤ君の分でしょ。まったくリーヤ君のものをバカ犬にやるなんて。何考えてんの。食い物。キャー。
の。リーアくんのサンドイッチを私が。いい加減にリーアの正体分かってくださいよ。あ、お客さんだ。はーい。いや、こんにちは。こんにちは。おお、元気の良いご挨拶だね。チャチャさん、誰です？あのね、お稲荷さんみたい。違うんだけど。わしはセラビー先生に魔法の仕事を頼みに来た気のいいおじいさんじゃ。魔法の仕事を頼みに来た気のいいおじいさん。長い名前ね。いやー、実は財布をなくしてしまってな。ぜひ魔法で探してもらおうと。食い物は、食い物は持ってないの？持っとらんが。サンドイッチ。あー！サンドイッチ！ごめんなさい、セラビー先生、お留守なの。留守、そんな、そんな。先生、ちょいと中で待たせてもらえんかな。でも、知らない人を入れちゃいけないんです。お留守番のお約束だから。どうしても。どうしても。作戦変更だ。おんやー、ひょっとしてあんた、あのチャチャさんでは？そうじゃろう、可愛くって才能があって優秀なお弟子のジャジャさんじゃ。優秀？可愛い？才能がある？ねねね、ジャジャさん、有名なんですね。先生の代わりにわしの財布を探してくれんかな。私？そう、あんた、可愛くて優秀なジャジャさんに探してほしいな。私が魔法のお仕事を。お邪魔します。チャチャさん、知らない人を家に入れちゃいけないんじゃ。あー、ちょっとバタバタしてますけど、どうぞ。噂じゃ、チャチャさんの実力はセラビー先生以上とか。バカなこと言わないでよ。チェスト、どっから湧いて出るんだか。どうボウフラみたいに言わないでよ。私のセラビー様をバカにしたわね。許せない。また家が壊れましたね。ひどい、ヤコちゃん。私に魔法の仕事を頼んでくれた気のいいおじいさんになんてこと。どこなの？サンドイッチ、セラビー様はどこ行ったのよ。サンドイッチ、せっかく私が作った手作りの。手作り食べ物だ。何すんのよ、せっかくセラビー様のために作った雑巾を。ねえ、先生はお買い物に行ってて留守よ。嘘、独り占めしたくて隠してるんでしょ。やっぱり財布探してくれんかの。お願いだから財布を探して。チャチャにそんなことできるわけないでしょ。できるわよ。できないわよ。できる。できない。できる。できない。できない。できない。できる。できない。ドロシー様の一番弟子の僕なら探せると思いますが。なんでない人は引っ込んでて。はい。チャチャ、競争よ。競争？どっちがうまくお財布を探せるか望むところよ。二人がダメでも僕がいますからね。どうでもいいんだよ、中に入れたらこいつでドカンと一発。ヤクコ印の金呼び寄せる。これはお金を呼び寄せる自慢の薬よ。お財布なんてすぐ見つかるわ。お金じゃなくて金属を呼び寄せる薬だったんですね。一生なんてことするんだよ。今度こそ。今度は私の番よ。出よ、財布。
バカに戻ればいいのに。そっか。リリア君、俺のサンドイッチあげるわ。チャチャのサンドイッチじゃなくて私の電気クラブゼリーを。うわあ、リリア君、リリア君はどこ。うー、セラビーが帰るまで食い物にありつけないのかな。ああ、お約束の3番。お家を壊さない。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。スケジョー、ひでえガキどもめ。しかし、こんなのでマイルフォクシー様ではない。チャチャ、私が直すの手伝ってあげたこと、ちゃんとセラビー様に言うのよ。壊すのだって手伝ったくせに。はい、リーヤ君。ありがとう。よいしょ。何やってんのよ。直してんの、壊してんの。また壊れちゃった。お茶の皆様、毎度おなじみ、ただの気のいい家の片付け屋でございます。散らかった家、壊れた家とございましたら、お気軽にお声をかけください。ただの気のいいうちの片付け屋さん、お願いします。はーい。まずお部屋の中からお願いします。わかりました、きれいに片付けましょう。お前たち一人残らずな。ついてますよ。お家直してくれるの。いえ、僕も一緒にセラビー先生に怒られてあげます。ふい、俺も一緒に叱られてやるからさ。なっちゃちゃ、ありがとう。じゃあそういうことで、セラ
そろ帰りましょうか。ずるい。お約束したのにお家を壊してしまったのですね。セラビー先生。違うの。変な狐のおじさんが入ってきてマナーを持って迫ってきて。おじさん、知らない人をお家に入れたんですか。さすがセラビーのお弟子さんは優秀ね。ごめんなさい。ごめんなさい。狐のおじさんですか。まあみんな無事だったんですから良かったですよ。どうした？セラビー先生。先生。先生。まずいでゲスよ。あんな小娘一人倒せないとはこんな計算違いでゲス。送った刺客がことごとくこんなに簡単にやられてしまうとは、チャチャを甘く見たのは間違いでゲスた。このままでは私の首も危ないでゲス。どうしようどうしよう。何か良い言い訳を考えねば。次回、大魔王様はお怒りでゲス。ご期待くださいでゲス。